金利閉化説、金利閉化説、金利へ移化説とは、為替レートの決定理論の一つで、どの通貨で資産を保有しても、収益率が同じになるように、為替レートが定まると主張する説。投資家がリスク中立的であると仮定し、2カ国の金利で投資を考えるとすると、どちらに投資しても、期待収益率が同じになるような水準に落ち着くとする。 金利平価説とは、為替レートの決定理論の一つで、どの通貨で資産を保有しても、収益率が同じになるように、為替レートが定まると主張する説。投資家が利益を得る方法には、大きく分けて、投機と最低取引の2種類がある。最低取引とは全くリスクなく、収益を得る方法であるから、あらゆる投資家が最低取引を行うとする。ここで、日本。 自国とアメリカ、外国を考える。すると、投資家から見て、この2カ国の金利に差があれば、取引コストなどは無視した上で、より収益を得られる方に投資をするはずである。投資家がリスク中立的であると仮定し、2カ国の金利で投資を考えるとすると、どちらに投資しても、期待収益率が同じ水準に落ち着くはずである。 為替レートの決定理論には、購買力閉化説、長期的な為替レート決定理論や、アセットアプローチ理論、短期的な為替レート決定理論があるが、金利閉化説は、現在の為替レートに対して、将来のためレートがどう動くかを考えるものであり、購買力閉化説とアセットアプローチ理論は、為替レートがどのような要因とメカニズムで決定されるかを考えるものであるから、 金利平和説は若干その性格が異なる。なお、以下の説明では次のような過程を置いている。二国間を自由に資金が移動できる。投資家はリスク中立的である。金利平和説とは、投資家がリスク中立的であると仮定し、二カ国の金利で投資を考えるとすると、どちらに投資しても期待収益率が同じ水準に落ち着くというものだが、 しかしながら、将来というものを考えるにあたって、将来の為替レートには二つの種類のものが考えられる。将来を一年後とすると、一つは一年後の時期物為替レートである。もう一つは一年物の,のフォワードレートである。一年後の為替レートを考慮する際に、もし一年後の時期物為替レートを用いるのであれば、一年間で、 どれだけ為替レートが変動するかという為替変リスクを考慮する必要が生ずる。一年後の実機物為替レートを用いた為替変動リスクのあるリスクがカバーされていない金利閉化説をカバーなし金利閉化という。なお、一年後のフォワードレートを用いる場合は為替変動リスクがないのでカバーのあるリスクがカバーされているという意味でカバー付き金利閉化という。ここで 日本を自国、アメリカを外国、そして世界には日本とアメリカしか存在しないとする。フォーミュラ1を時間とンにおける現在の時期物為替レ例と、フォーミュラ2を1年後の予想時期物為替レ例と、フォーミュラ3を日本の金利、フォーミュラ4をアメリカの金利とする。すると、もし投資家がリスク中立的であるなら仮にどちらかに投資した方が、 期待収益が大きいなら、次のような式、カバーなし金利平下が成り立つまで、両者の期待収益率が同じになるまで、最低取引がされるだろう。フォーミュラ6は、投資家が円建て預金した時に、1年間でどれだけの収益を出すことができるかを示している。円建てで運用し、円建てで最終的な収益を得るのであれば、当然のことながら為替リスクはなく、 金利の分だけ安全に儲けを出すことができる。右辺のフォーミュラ7は一単位のドル建て預金をした時にどのような収益があるかを示している。まず、現在の為替レートフォーミュラ1で円を売り、現在の為替レートフォーミュラ9だけドルを買う。これをドル建て預金として運用するとフォーミュラ10となる。将来のフォーミュラ11時点、1年後での時期物為替レートフォーミュラ2で、 ドル売り円買い、つまり、ドルを円に変えているをすると、フォーミュラ13となる。日米で、一物一家、円建ての投資の予想収益と、ドル建ての投資の予想収益が同じが、成立するためには、カバーナし金利陛下の式が成立しなければいけない。これが、カバーナし金利陛下である。しかしながら、現実世界では、カバーナし金利陛下は、成り立っていない。 現実世界で成り立っているのはカバー付き金利陛下である。仮に次のような状況だとする。この時、次のような金利最低取引が行われることでカバーなし金利陛下式が成立する。これが一瞬で起こるとすると高金利を求めて投資をしても金利差による利益が為替レートの変化によってなくなってしまうため最低取引で利益を得ることはできない。 さらに、河なし金利閉化式から為セレートの予想原価率の近似式を導くことができる。から、次に、時刻通貨の予想原価率を μ とすると両辺に1を足すと、式と式からフォーミュラ20を消去すると変形して、フォーミュラ23は非常に小さい値なので無視し、変形するとすなわち μ の定義からこれは、 内外金利格差と為替レートの変化率が等しいことを示す近似式である。なお、この式において、右辺の値が大きくなる場合は、通貨の減価を示す。例えば、1ドル100円、1ドル150円。1年後の為替レートにフォワードレートを使えば、金利変化はどうなるであろうか。1年もののフォワードレートは、現在において決定されるので、 アメリカに投資した際の為替レートの変化率は、現在の時期物為替レートと現在のフォワードレート、一年ものを元に算出する。そのため、カバー付き金利変化では、為替変動リスクを考慮する必要はない。この時、フォーミュラ27は、現在の時間等における、フォワードレートを指している。円建てで運用し、円建てで収益を得るのであれば将来時点における。 為替レートは関係ないが、ドル建てで運用し、円建ての収益を得るのであれば、将来時点の為替レートを考慮に入れなければいけない。フォーミュラ28がフォーミュラ29にかけられているのはそのためである。しかし、フォワードレートは現在時点で決定されるので、為替変動リスクは存在しない。よって、1年後の円金利に対する投資とドル金利に対する投資が、 最低取引により一致するのであれば、両者はイコールで結ばれる。これがカバー付き金流陛下である。現実世界でもカバー付き金流陛下は成り立っているとされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。